タンク別体系担当、式統率ショックアブソーバー・オーリンズは、スウェーデンの自動車部品メーカー。本社は、ストックホルム郊外のウプランズベスビーにある。1976年創業。従業員は200人ほど。主に自動車、二輪車、全地形対応車、スノーモービルなどの喧嘩装置を開発、製造しており、特に、ショックアブソーバーの分野で知名度が高い。 創業者のケント・オーリンの家業はバイク屋で友人のモトクロスマシンの改良に携わったことがきっかけで独自にショックアブソーバーを開発することになった。創業して2年後の1978年にはオーリンズのショックアブソーバーを装着したマシンがモトクロス及びエンデューロの世界選手権を制したことで知名度が向上し二輪車だけでなくカイ,イチやチャンプカー 世界ラリー選手権など四輪車のトップカテゴリーでも数々の実績を上げている。なお、ロードレース世界選手権の最高峰クラスであるモートジッピークラスでは二千十年以降ほとんどの車両がオーリンズ製サスペンションを採用している。近年これらの高性能なショックアブソーバー本体ばかりでなくセミアクティブサスペンションを構成するショックアブソーバーの電磁切り替え弁デバイスが 内外の大手ショックアブソーバーメーカー向けに急激に販売が伸びている。マウンテンバイク用にはリアショックの供給に加えフロントフォークの販売を開始している。2016年オーリンズは創業40周年を迎えた。同年創業者である社長のケントオーリンは引退し、同社副社長のヘンリック・ヨハンソンが社長に就任した。ケントオーリンはグループの CEO に就任した。 日本における活動の拠点は子会社のオーリンズジャパンエビーである。ありがとうございます。